はい、どうもです。今回はですね、こちら、ジャノメナマコっていう食材になります。それではまずはですね、捕獲映像からご覧ください。さて、おっきいナマコが見えてきましたね。ちょっとね、手に取ってみましょう。こちらはですね、羽地ナマコっていうナマコになるんですけども、これは体表に砂をかぶってる状態で、払い落としてみると、実際はこんな感じでね、茶色い色をしてます。で、裏側は白いですね。今回の食材のジャノメナマコをついに見つけました。結構ね、長いんですよね。こんなね、毒々しい見た目してるんですけど、微毒なんで全然食べることができます。まあ、美味しいのかどうかはまだわからないですけどね。それでは取ってみましょう。死んだサンゴはへばりついてますね。で、今ね、刺激を与えてるんですけど、キュビエ器官っていう内臓を吐き出すんですよ。お、出てきました。こちらがキュビエ器官です。で、キュビエ器官はですね、ものすごい粘着力があって、襲われた時に相手にこびりつかせることによって身を守ってます。じゃあ実際に触ってみましょう。この時のために一番汚い手袋で挑んでます。いや、なかなかすごいことになりましたね。まあ、こんな感じでね、もうめちゃくちゃくっついてくるんですよ。で、ちなみにもう一度ひっつくとなかなか取れないです。多分全部取ろうと思ったら30分ぐらいかかりますね。はい、ということで厄介なキュビエ器官を吐かせたところで、実際にね、さばいていきましょう。はい、ということでこちらをさばいていくんですけども、これはうまいんじゃないのかなとかなり期待してます。ということでですね、まずは観察していきましょう。はい、こんな感じですね。近くで見るとですね、ジャノメの模様からこんな感じで、ね、突起物が出てます。さて、裏側です。なかなかじゃないですか。ナマコはですね、こんな感じで管足といわれる小さい足が無数にあって、この足を使って岩にひっついたりとか、歩いたりしてます。で、ね、水面に泡が立ってるのが分かると思うんですけど、これはですね、ナマコから分泌されるサポニンっていう毒性の物質によるものですね。取り出していきますか。うわ、柔らかいな。ほら、柔らかい。すごいグデンってして可愛いんだけど、栗色ナマコとは大違いだね。こいつは愛嬌がある。いや、可愛い。ぴょっぴょっ。よく見るとですね、体の表面に無数の穴がありますね。わ、水入ってる。めっちゃ水入ってる。うわ、伸びる。めっちゃ形変わるんだけど。うわー、まな板にキュビエ器官出されるのはしんどいな。でですね、この模様がジャの目、まあ、蛇の目に似てるから、ジャの目ナマコっていう名前がついてます。水出して一気にちっちゃくなった。じゃあ反対側も見ていきますか。思ってるより柔らかいです。ちょっと産毛の入った人間のほっぺみたいな感触しますね。もうこの辺はね、ニキビだらけの肌って感じ。うわ、内臓出した。おい、内臓吐き出した。うおー、魚出てきた。ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりなんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。怖い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 。何の魚これ。とりあえず魚、うわー、なんだこの魚。バケツに避難させよう。あ、全然つかめねえ。よしよしよし。ちょっと待って、怖い怖い怖い。そう、皆さん衝撃だったかもしれないんですけど、ナマコって身の危険を感じるとこんな感じで自分の内臓を吐き出しちゃうんですね。まあ、魚が出てくるのは俺の中でも想定外。びっくり。で、この内臓を外敵がつついてる間にこのナマコは逃げてまた再生するっていう感じですね。ただもうだいぶ弱っちゃってますね。自分の内臓吐き出してますからね。で、今ですね、ちょっと調べてみたんですけど、テナガカクレオっていうね、魚らしいです。まあ、よくわからんけど、魚は唐揚げにして食おうかな。いやー、びっくりした。はい、じゃあまずはですね、テナガカクレオをさばいていきますか。いや、マジで本気でびっくりしたよ。怖くない？こんないきなり背骨が透けてるエイリアンみたいな魚が出てきてさ。全然逃げないんだけど。手乗り魚になった。はい、小さくて締めれないんで、叩いて脳震盪を起こさせてね、締めていきます。はい、締まりました。
いやマジで謎生物すぎる。いやにしてもすごいな、長いオタマジャクシみたい。これ面白いのが魚なのに一切のヒレが退化してますね。でね、めちゃくちゃツルツルです。完全にゼリーみたい。とりあえずさばいてみますか。まずは頭を落としていきます。あ、胸びれあるわ。あ、動いた。ヌルヌルする。よし、お腹を開いて、うわ動く。これ内臓全部ですね。内臓もちっちゃすぎて何が何なのかよくわかんない。ニガ玉が超綺麗、エメラルドみたい。開いていきます。うわ動いた。はい、下ろしてみました。めちゃくちゃ綺麗な身だわ。で、下ろしてみて分かったんですけど、背びれちゃんとありますね。透明すぎて見えなかっただけでした。水の中入れたらまた膨らみましたね。で、ナマコはですね、キャッチ結合組織っていうのを持ってて、刺激によって柔らかくなったり硬くなったりね、自由自在になれるんですよ。でね、これを言うと毎回ね、いや俺もキャッチ結合組織持ってるんだけどみたいな、そんなことをね言ってくる人はたくさん現れるんですけど、マジでレベルが違うから。柔らかくなりすぎて水になるからね。で、多分このナマコもね、水まで柔らかくなると思いますよ。ちょっとかわいそうですけど、ちょっと見てみましょう。こうやってずーっと長い刺激を与えてると、ここに穴が開きます。ほら、だんだん溶けてきました。色が変わってますね。かわいそうだけどね、まあ、皆さんに理解してもらいたいんで。こう俺が、うわもう一匹出てきた。うわーびっくりした。ここ見てください。ちょっと頭を切って収めますね。はい、まあちょっとかわいそうであるんですけど、今こうやってずっと刺激を与えてたら、ここに穴が開いて内臓が出てきました。で、これは俺がえぐったとかじゃなくって、液体まで柔らかくなって穴が開いたんですね。で、ここを見てもらったらわかると思うんですけど、ヌルヌルになってるんですよ。もうゼリー状っていうんですかね。こんぐらい柔らかくなってもまた元のこの硬い状態まで戻れます。これがキャッチ結合組織です。それではね、ナマコを開いていきましょう。裏側からね、切り身を入れていきます。はい、中身はもうないですね。内臓が全部出されてます。結構ね、柔らかくて美味しそうな感じしてますね。そしたらですね、内臓を洗い流していきます。いや、閣僚3匹も入ってるとは思わなかったね。こいつらも内臓を取り出しておきます。で、一応下処理が終わったんですけど、蛇の目はですね、普通のナマコみたいに生で食べれる硬さじゃないんで、こちら高圧洗浄機を使って柔らかくしていきます。投入。久しぶりに使うな。まあ硬そうだから高圧でいいでしょう。まあ、実はですね、前にクリロナマコっていうナマコをやったんですけど、本当のところを言うと、やらかしたなと思ったんですよ。触るだけで手がヒリヒリするし、もう口に入れただけで舌が痺れるしみたいな感じで、これはね、人間が手を出していいレベルじゃねえなみたいな、正直思ってたんですけど、ジャノメナマコはね、マジでいい子。もうね、触っても手が痺れないし、なんなら柔らかいし、うん、もうこいつはうまいよ。俺が保証する。こっから湯気出るんだ。よし、じゃあ冷ましたんで開けていきますか。いや、結構色出てるね。このままだと内臓が残ってたり砂がついてたりするんで、洗い流していきます。重いのが硬いぞ。うわ、めっちゃ汚れ出てくる。ここにね、口があるんですよ。これもね、取り外していきましょう。この筋も食べれるみたいなんでね、外していきます。牛乳みたいな匂いがする。お、取れた。綺麗になりました。やっぱりバットの上に乗せると食材感が一気に上がるね。そしたらね、食べやすいサイズに切っていきますか。まずは半分にしましょう。あれ、硬いな。結構硬いぞ。薄く切るか。
なんかね、触った感じはホタテの貝柱みたい。ちょっと味見してみよう。これうまいんじゃない？え、口がしびれないんだけど。すげえ。味はですね、ほんの少し磯の香りがするナタデココですね。で、今から甘辛く炊いていきます。味付けは生姜、酒、醤油、そしてザラメです。どんぐらい入れようか。こんぐらいでいいかな。盛り付け用にね、長ネギを切っていきましょう。で、この半分はね、匂い消しに使いましょう。そして長ネギの頭、根っこを落として、で、このままだと辛いんで水にさらしていきます。はい、皆さんもう忘れてるじゃない、手長隠れを。こちらをね、唐揚げにしていきましょう。ちょっとね、塩コショウが見つからなかったんで、このニンニク塩で味付けしていきます。ここに片栗粉をまぶしていきます。いいんじゃない、油、豆乳、こんなもんでいいでしょう。箸から泡が出だしたらゴーサインです。山ハガシ食べたの思い出すな。もういいんじゃない。はい、それではようやく完成しました。いただきます。まずは隠れ家からいこうかな。これうまいんじゃない。うん、これはめちゃくちゃうまいわ。まあ、誰にも伝わらないレビューをすると、ウシガエルのオタマジャクシの超上位互換みたいな感じの味ですね。もう背骨がね、本当にあるのかないのか分かんないぐらい柔らかくて、もうパリパリいける感じでね、美味しいです。あ、これはうまい。マジでね、なんぼでも食べる。超うまい。もう20匹ぐらいナマコの中に入ってたらよかったのにね。そうしたらナマコ食べてみるか。いただきます。え、待って、うまい。今まではね、どうしてもね、サポニンとの戦いに勝てなくて、口がしびれるのに、まあなんか無理して食べてたみたいな感じなんですけど、これに関して口がしびれない上に食感もね、めちゃくちゃいいですね。まあどうだろうな、ナタデココに近いような食感で、ちょっと硬い椎茸みたいな、そんな感じですね。で、臭みとかもなくてうまい。いやー、ちょっとゲテモノ食べてうまかったのがもう久しぶりなんで感動してます。じゃあこれ、なんか内臓の膜みたいなの食べてみましょう。いただきます。これはね、ホタテの紐みたいな味ですね。で、ちょっとね、失敗したなと思うのが生姜入れすぎた。うまいわ。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、この未知なるうまいものを探すべくやってるゲテモノ企画なんですけども、ついに美味しいものが来てね、僕は感動しております。はい、まあこんな感じでうまいうまい言ってるんですけど、普段食べてるものの中で言うと50点ぐらい。まあでも椎茸とナタデココの方がうまいよね。で、隠れ家に関しては普段食べてるものの中でも95点ぐらい狙えるぐらいマジでうまい。それでは